とつか警部シリーズ、札幌期23時25分、札幌期23時25分は、西村京太郎の長編推理小説。1983年に、角川書店から刊行された。暴力団、川田組組長の川田大蔵が、札幌、上山系温泉での殺人事件の容疑者として、逮捕された。しかし、十分な証拠が揃わないまま、 交流期限が余すところ24時間となってしまう。おまけに札幌地方裁判所長は交流期限の延長を却下した。有罪の決め手となる証人は川田の社弟である三浦磯田が殺人事件の直後に失踪してしまった。折しもその後、戸塚川警部のもとに三浦から保護してほしいと連絡が入る。組長を助けるべく、 河田組の組員たちが三浦を殺害しようと企んでいたのだ。十津川は三浦を警視庁に連行する途中で尾行する影に気づく。このままでは河田は釈放され高飛びしてしまう。事件の証人である三浦は遊ばせておけば間違いなく殺害されるだろう。十津川は三浦を札幌へ行かせる決断をしたが、その日は航空ストで空の便は一本も飛んでいなかった。 航空自衛隊に協力を依頼することは極力避けたい。捜査一課、十津川班は東北新幹線、L 特急、青函連絡線を使った大掛かりな護送ルートをダミーの経路を含めて何本か計画した。札幌への最終到着予定時刻は23時25分。一方、川田組の幹部らは顧問弁護士の佐伯祐一郎を中心として、 三浦の札幌行きを阻止すべく行動を開始した。追う側と追われる側が逆転した、緊迫の追跡劇が始まる。ありがとうございます。